両立てっていうのはねやっぱりね難しいですよね、えー、落とし穴がありますやってる感があるんですね技を駆使している満足感があります株式投資虎の穴林投資研究所チャンネルこんにちは林智之ですそして今日は金曜日チャンネル虎の穴の虎の穴お題は つなぎを活用して相場を泳ぐ技術。つなぎというのは、えー、ポジション操作のテクニックです。である意味コートテクニックなんですけれども、えー、知識としてやっぱり深い意味があると思います。えー、どんな人にも聞いてもらいたい話です、えー。3つのことをお話ししたいと思います。まずはつなぎの考え方。なんでそんな発想があるの という部分ですね。それから、えー、つなぎの事例。具体的にどんな風に売買するのというところです。えー、そして三つ目、えー。ここが非常に重要だと思うんですが、えー、つなぎというものを考えて気づくこと。売買トレードの最重要事項。えー、これがですね、えー、最終的にどんな人にも、まあ、有効だと。えー、こんな風に思います、えー。話を聞いて、なるほどと思ったら高評価。 グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。えー、つなぎというのは、まあ、私、こう、カタカナでつなぎと書いたりしますけれども、保険つなぎ、こういう言い方もあります。保険です。いわゆる保険です。保険というのは何かというと、反対をやることなんですね。えー、例えば、えー、自動車に乗って、自動車保険に加入する。 自動車保険に加入するということは、えー、車というのはですね、安全に、えー、走らせる、えー、ということが求められている中で、えー、ぶつかることを想定しているわけです。生命保険、えー。簡単には死なないんですけれども、死ぬことを想定して保険に入るわけです。これ、博打に例えるとわかりやすいんですけれども、えー、生命保険に入る。 ということはですね、えーまあ、生命保険会社に、えー、お金を払うんですけれども、これはですね、自分が死ぬ方にお金をかけている、バクチに例えるとそういう行為です、えー。でもね、なかなか死にません。えー、そうするとどうなるか。えー、保険会社がですね、えー、あなたあ、生きていますねと、えー。じゃあ、あなたの負けですと。 行って、えー、お金を、おまあ、爆地で言うところの道元の、お保険会社が持ってっちゃう。えー、まあ、こういうことですね。まあ、爆地で言うとそういうことなんですけれども、えぇ、ーえー、まあ、そういう社会的に意味があるということですね。もし、まあ、突然死んでしまったら困ると。えー、残された家族が困る。えー、だから保険に入っておくと。保証を買う。 という意味で、社会生活に必要なんです。楽しみでやるバクチとは、そこが全く違うところなんですけれども、とにかくそうやって反対をやることが保険です。だからつなぎも反対をやるということです。株の場合は両立てです。上がると思って買っている。これに対してですね、空売りを仕掛ける。 ということです。例えば、300円で3000株仕込んだ。上がると思って買った。これが400円に上がってきた。売れはですね、100円の利益が確定します。でも、もし、さらに上がるんだな。もう少し取りたいわけですね。どうしようと。こんな風に思うわけです。300円で買った時には、 まあ、ずるっと来て、えー、こうなっちゃったら、えー、投げよう。みたいな、こう、基準がですね、えー、はっきりしていたかもしれません。安値県で。えー、でも、それが上がってきて400円になった。えー、チューブラリンのところですね、基準がないわけです。えー、基準が作りにくい。まあ、こういうところでですね、基準を作りに行くわけですね。えー、3000株買っている。で、400円になった。ここで、じゃあ500株。 空売りをかける。えー、3000株の現物はそのまま、えー、500株空売りを仕掛けるということです。えー、そしてですね、ま、この空売りがいい感じなら上げ止まっているななんていうふうに判断できますし、えー、この空売りが嫌な感じがするとなった場合には、えー、さらに上に行くんじゃないか。 こんな風に考えることができます。一つの見方ですけれども、もしですね、上げ止まっているなと思ったら、空売りを増やしていく。それから、現物を手放していく。で、ゆるゆるっとですね、空売りのポジションに傾けていく。下がると儲かる空売りに傾けていく。売り越していく。みたいなことが選択肢としてありますね。 でもしですね、えー、まだ強いな。この空売り玉が、つなぎ玉が嫌な感じがする。まだ上に行きそうだと思ったら、えー、そのつなぎ、500株つないだものをですね、とにかく外しちゃって、えー、元の3000株買いというポジションに戻せばいい。まあ、こんな風にですね、えー、ゆるゆるっとですね、あえて複雑なことをやりながら、まあ、職人的な売買、非常に感覚的な売買をやっていく。 グリ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 いじくってですね、えー、予測不能の値動きの中を上手に泳いでいこうということです。えー、3000株買っている、500株つないだ。計算上は買いが2500株に減ったというだけなんですけれども、当事者としては300円の3000株買いと400円の500株売り。 こういう状態なわけです。まあ非常に複雑なんですね。だから、まあ、反則技なんですね、えー。例えばこうやって普通に敬語で喋っています、えー。この中で何かですね、感情的なものを伝えようとして、やばとかですね。それマジとか、えー、そんな言葉を使ったとします。反則技なんですけれども、えー、ちょっと効果的だ。 えー、こういうことです。こういう反則技的なものは多用しないというのが原則です。えー、だから、つなぎをやるプロもですね、それほど多用しません。何が何だかわかんなくなっちゃうんですね。えー、一つエピソードがありまして、えー、昔の対面取引の証券会社で、まあ私のお客さんじゃないんですけれども、私の先輩のお客さんがですね、えー、買っている株。 これがですね、値動きがどうもかんばしくない、うん。よろしくない。で、担当者としてはもう、えー、諦めて投げて、えー、少しの損で、えー、もうね、現金化してしまいましょうと。まあ、言いたかったんですけれども、お客さんがそれ納得しそうもないというので、両立てにしておきましょうと。1万株買っていたところ、ちょっと下で1万株空売りをかけた。まあ、これでですね、えー、それ以上の損失は絶対に出ない。 こういう状況になったわけです。まあ、蓋をしたわけですね、えー。そうしたらですね、日々寝、ね、動きを見ながらそのお客さんがこんな風に言いました。上がって喜べばいいのか、下がって喜べばいいのか、わかんないよと、えー。ちょっとね、えー、笑っちゃうかもしれませんけれども、これ、とても素直な感想ですよね。あのー、ポジションを取るという時にはやっぱり、確、え、固、ー、たる見通しがあるべきです。 これ上がる。だから買ってるんだ。えー、こういう感じですよね。あ明日のことをわからないわけですけれども、自分なりに確固たる見通しを持つべきです。えー、だから、先ほど紹介したのは、ダメな両立てです。よくありますよね、えー。買っていて、あれれっと。でも、これは切るべきだ。現金化した方がシンプルです。一旦区切りをつけた方がいいんですけれども、 なんか損が確定するのが嫌だ。ということで、えー、やられの両立てにしちゃう。概念より安いところで、えー、同じ株数空売りを仕掛ける。これどうするのと。この後どうするので、そっからですね、なんとかしようと言って、えー、ぐりぐりいじり出すと、なんだか、えー、わけが分かんなくなっちゃう。えー、こういうのは良くないですね。 えー、やっぱり不安だったらゼロにするというのが正解です。えーまあ、これいいんじゃないかと思った時にですね。もう絶対いいぞと思ったら買えばいいわけです。えー、でも、ちょっとでもわからなかったら、やっぱり手を出さない、えー。こういうふうに考えるべきだと思います、えー。両立てっていうのはね、やっぱりね、難しいですよね。えー、落とし穴があります。やってる感があるんですね。 技を駆使している満足感があります。えー、こういうのがあるんで、えー、気をつけてください。もう、えー、ちょっとでも分からなかったらあ手を出さないというふうにですね、考えるべきです。売、え、買、ー、の現場。さあ、買うのか買わないのか、えー。こういうふうに迫られているような状況ですよね、まあ。パフォーマンスは非常に低いわけです。想定以上に低いんです。だからやっぱりとことんシンプルにやるというのが基本です。 はい、えー。今日は、つなぎを紹介しましたけれども、そこからですね、バイバイというのはやっぱり、えー、シンプルであるべき、確、え、固、ー、たる見通しがあるべき、わからない、えー、ちょっとでもわからなかったら手を出すべきでない、えーまあ、こんな風にですね、えー、考えるべきだ。まあ、こういうちょっと厳しいようなことですけれども、まあ、大切なアイディア、えー、これを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。 ピッ